皆さんお疲れ様です。コストコ情報部です。今回はですね、いつもこの動画を見てくださっている方々に感謝を込めてある企画をしようと思ってですね、動いてたんですが、なんと失敗に終わりました。私最近 X を始めたんですけど、そこで1000円以内で買えるおすすめコストコ商品教えてくださいとお願いしたんですよ。私だけの意見や考えよりもいろんな人からのおすすめの方が幅広いジャンルが集まって、皆さんのそれぞれのコストコライフが充実するかなと思ったんですよ。まあ、結果誰からも反応はありませんでした。まあ、ただせっかくやろうって決めてきたので、このままで終わるのは面白くないですよね。ということで、もうおすすめはやめて1000円以内で買える食品全部調べてやろうじゃないかと。最近値上がりが続いているので、少しでも安い商品知っていた方が無駄な出費を抑えられるし、あ、こんな商品あったんだって新しく知れるきっかけにもなると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。そして調べていくと、予想外に1000円以下の商品たくさんあったので、何回かに分けて投稿していきたいと思います。一応注意点として、今現時点で販売されている商品たちなので、もちろんラインナップは変わるだろうし、この動画を投稿した後にももしかしたら値段が変わるかもしれませんので、そこはご了承ください。それでは前置き長くなってしまったんですが、紹介していきましょう。今回は冷蔵商品です。乳製品からドリンク、お惣菜なんかもありました。画像がなくて申し訳ないんですが、その代わり商品を一言でバシバシ紹介していきます。まずはチョンカ特選白菜キムチ980円。ご飯が進む韓国本場のキムチ。キリクリーミーポーション24個入り858円。濃厚でクリーミーなチーズ。ローマイヤー粗挽きポークウィンナー 800g、 お値段が998円。大容量で安く買えるウィンナーです。伊藤ハムポールウィンナーソーセージ10本入り ×3 袋が998円。関西のソウルフード、丸大食品串付きフランクソーセージ10本入りが598円。パーティーにもぴったり。ジョンソンビルのグリルパティ8枚入りが2セット998円。ジョンソンビルの肉を味わう本格的なパティが楽しめます。マルシンハンバーグ贅沢仕立て10個入り899円。ワンランク上のハンバーグ。青木食品太麺焼きそば6食入り428円。太麺のもちもち食感がたまらないコスパ抜群の満足感です。青木食品ナポリタン風太麺焼きそば6食入りが458円。懐かしの味で太麺で食べ応え十分。安曇野絹豆腐 150g×12 個、638円。なんと賞味期限が60日間あります。まとめ買いしても安心で優秀。岩下食品新生姜スライス 70g×6 パック、980円。こちらコストコ限定で、ピリ辛で爽やかなアクセント、ご飯が進む美味しさ。藤子おかず畑サラダ3種アソート6個セットです。948円。栄養満点のアソートで、ひじきと豆のサラダ、レンコンと豆のサラダ、ごぼうと豆のサラダの3種類です。金谷ホテルベーカリー昔ながらのパンケーキ10枚入り998円。ふわふわパンケーキをご自宅で味わえます。ふるったふるったの 4G ガムロ 1020g、 998円。台湾の人気デザートドリンク、マンゴー、タピオカ、パッションフルーツ、ココナッツミルク、グレープフルーツが入った南国フルーツの贅沢な味わいです。ストレートオレンジジュース2リットルが980円。スペイン産のスイートオレンジ 100%、 イズニースプレーホイップクリーム 500g が848円。スプレー式の生クリームで
ボタンを押すだけでシューって出てくるので便利です。デザートやコーヒーにぴったり。マリンフードガーリックスプレッド 900g が998円。パンに塗って美味しいガーリック好きにはたまらない。カネアホテルベーカリーのクラシックマーガリン 1kg が688円。柔らかくてパンに塗りやすい。明治食塩不使用北海道バター 200g×2個、842円。お菓子作りや料理にぴったり。1箱あたり421円。森永乳業切れてるチーズ 410g が738円。カットされているのでそのまますぐに使えて便利。明治乳業のチューブバター1/3、3本入りが758円。柔らかくて使いやすいチューブタイプ。パンや料理にぴったり。カゴメ植物性乳酸菌ラブレ948円。 100% 植物性乳酸菌飲料。一般的な乳酸菌飲料よりカロリーが低いのが特徴。アラメダコールドブリューコーヒー998円。コーヒー豆アラビカ種 100% を使ったコーヒー。低温で24時間かけて抽出したコーヒーは雑味のないクリアな味。そしてアラビカ種の味をそのまま味わっていただきたいという熱い思いから、香料添加物は不使用。特別な一杯をお家で楽しめます。スターバックスカフェラテ6個入りが998円。どこよりもお得に買えます。コンビニやスーパーで見かけるストローがついたチルドタイプが1本166円で飲めちゃいます。メグミルク生きて届けるビフィズスキンヨーグルト 70g×3個が4個パックです。それが638円。腸活にぴったり。ユダ牛乳公社食事と飲みたいヨーグルトが998円。保存料甘味料不使用。生乳と砂糖だけのシンプルな飲むヨーグルト。アテナギリシャヨーグルト 1kg が880円。濃厚で美味しい。メグミルクの1日分の鉄分、飲むヨーグルトプルーン9個入りが788円。鉄分補給にぴったり。プルーンの風味で美味しく飲めます。森永乳業ビヒダスザクモリフルーツヨーグルト6個入りが780円。フルーツが10種類、果肉が5種類と果汁が5種類入った食べ応え抜群のヨーグルト。北海道プレミアムミルク特選低脂肪牛乳1リットル ×2 本、458円。濃厚で美味しい。アテナ北海道オーガニックミルク1リットル ×2 本、698円。有機栽培の餌で大切に育てられた牛からの贈り物。健康を意識する方にぴったりです。ユダヨーグルト加糖 800g、618円。もっちり食感で後味すっきりのヨーグルト。シチアスの低糖質ヨーグルト 80g×10個入り3パックセットです。お値段が928円。糖質 60% カットなのであっさりめ。シチアスアソートパック3種24個入りが828円。加糖低糖無添加ハニーヨーグルトの3種類が入っています。ということで以上で全部で33点ありました。皆さん何か気になる商品とか、これ買ってみたいなと思う商品ありましたか？よかったらコメントで教えてください。個人的には青木食品ナポリタン風太麺焼きそばがちょっと気になりますね。ナポリタンだけど焼きそばなのかな？どういう感じなんだろう。ということで今回は以上になります。また違うジャンルで1000円以下で買えるコストコ商品上げていくので、ぜひ今後もチェックしていただければと思います。それではまた次の動画でお待ちしています。